エクスターミネーター、皆殺しとか殲滅とかいうことだから、これの翻訳書はこれですね。ゴキブリホイホイとかいう訳してるな。そして同じ山形ひおさん、ヒローリンだよね。訳ニグロフォビア。これは最近のまあ反差別とかアンチレイシズムの間だけれども、山形さんの意見はこういうパロリー的なものっていうのはまあそういう反差別とかそういう文脈ではあんまり手段と目的は適当じゃないんじゃないかという意見ですけど、それはね、まあ確かにまあ表現っていうことを考える上で確かにそうかもしれないというふうにも思ったりするから、この小説、このジェームスさんって知らないしさ、ね、これ以外は。だからまあ、これは、まあ評価もできないんだけど、まあ、そういうこともね、確かにあるかなというふうに思ったりするのかね。パロリーやチャカシの最大の弱点は結局もともと分かっていたやつにしか分からないという点にある。そして現状を変えるよりはむしろそれを追認して乗っかるのがパロリーやチャカシなのである。これが果たして彼の意図とマッチするものなのだろうか。とかはまあその通りだろうな。まあ、まあこれはまあまあ、風刺とか、まあ、あるいはその運動がどうのというか離れて、まあ、表現というのを考えれば、まあ、そういうことは当然出てくるし、だから、まあ、パウリーとかチャカシとかその類が悪いとかよろしくないというのは私は全然思わないんですけれども、確かにね、そういう、まあ、反差別的なあるいはアンチレシそういった意図を持っての表現だとするとも、それはね、あんまり効果はないんじゃないかというのも考えられるし、似たようなものはこれだな。ハイリスクという、これは HIV の時代に、まあ、セクシュアリティをテーマにして編まれた、作品集だけれども、これは、どう言えばいいんですか？山形の意見では、まあ、玉石混交であるか、ね。その、セクシュアリティっていうか、まあ、セックスに関しても、ラリカルなことを書いたりとか、あるいはその、絶叫すればいいと思っているだけの作品も混じっている、玉石混交であるみたいなことで。まあ、それはね、確かに。だからまあどういうことでも、まあ、表現というものはまた別の次元で考えなければまずいんじゃないかということですね。そして、まあ、先ほど、まあ、フェイスブックでも書いたけども、僕、あんまり、まあ、まあ、脱原発というよりか、まあ、反被爆的なものって全然、まあ、信用してなくてね、まあね、信用してないんです。だから、まあ、そういうものからは、距離を取っていますけど。というか、まあ、論理的な整合とか、まあ、そういった添削、揚げ足を取るやつは、まあ、運動の前身の足を引っ張るというけれども、まさそうだと思うんだけど、そうは言っても、まあ、自分として、まあ、納得できないとか理解できないとか、まあ、そうだと思えないことに関しては、まあ、乗っかれませんから、まあね、と私は思うんですよね。
そう思うんです。こういうこともまあ、あれだよね、まあ、別に最初からそういうのを持っていったわけじゃないというか、確かにその震災とか原発事故、3.11 以降、まあ、特に直後とかの場合は、さあ僕だってまあ、すごくまあ不安だったし、まあ、その原発事故を起こしたという、そういったね、11日、12日、その後の数日間のニュースとかを追って、まあ、どれくらいの放射能が漏れて、で実際の影響どうなのかというのをすごく心配したと思うんですけど、まあ、でもその当時2年以上前、2年半前から今に至るまでは、まあ、そういうまあ放射線とかに関する知識ってあまり増えてないわけだけどさ、まあ、増えてないけれども、どうもまあ自分が理解している範囲では、どう今すぐその健康に影響が出て死ぬということではなさそうだというふうに理解していて、だからまあそれはそれでいいんだろうと、まあ、多少寿命が縮まろうと、まあ、それよりも、まあ、リスクっていっぱいあるわけだけれども、まあ、僕だったら、まあ、そういう10年後、20年後に万が一ないかあるかもしれないということよりも、まあ、金がないとか、そういうことの方が厳しいから、まあ、でもそれは実は多くの人にとってそうだというか、まあ、それは放射能のあるかもしれない影響、避けられるなら避けられるしたことはないけれど、まあ、経済活動的なものとか、あるいはそのお金とか、そういうものの方が短期的には厳しいのは、誰にとっても同じことだと思うよ。そしてリスクにはさまざまなものがあるとか、まあ、透明なことで言えばその被爆よりも自分の生活や生存、生命を脅かすものがあるんだという、そういうことを言うと、その脱原発とか、まあ、特にまあ反被爆用の人は、まあ、すぐ怒るわけだけどさ、そんなこと言われてもそれは事実だから、ね、悪いけど、だそれはまあ自分としては、まあ、譲れませんよね。だから別にフランスに移住した、沖縄に移住した、どこに移住した、フィリピンに、タイに、という人は別に避難するつもりはないですよ。できるとすればいいんだ。だけど、まあ、みんながそうしなければとか、あるいはお前は命が欲しくないのかとか、死ぬ気になってやればできるはずだとか、そんな意見は聞きたくないということだろうな。したくないし。そういうこと言うやつが多いんだよ。例えばその自分はフィリピンに移住した、あるいは前から住んでいる。すると、まあ、移住してきた挫折する日本人とか、あるいはその移住してこないやつだっていうのは根性が足りないみたいな、そういうことを言うやつもいるわけだけども、バカ野郎とかいうふうに怒ったりとか。そう、あなたはたまたまそのフィリピン社会に適応してうまくやれたというだけのことじゃないかみたいに思ったりとか。なしかもその人は前からフィリピン住んでいるとすると、別にその 3.11 も関係ないっていう、そういう話だから。ね、まあ、そういうのは、まあ、市民というか市民派といっても、まあ、相当に、まあ、間抜けなぶりだろうな。だそういうの前も言ったけどな、まあ、友達が削除してて、向こうから削除してきたんだけど、Facebook とかでも、まあ、匿名というかハンドルネームの人とかでさ、命が惜しければすぐに逃げなさい、海外に逃げなさい、お金がなければ借りなさいみたいな、ね、なんだそういう人。まあ、そういうことを言われたら、まあ、多くの人は腹を立てるだろうし、まあ、僕も腹を立てたわけだけどさ、何を言ってるんだっていうことで、まあ、そのリスクのあるものが客観的にあるかどうかは分からない。それから、まあ、移住などとか何かに関する経済的な負担やリスクも大きいとかいうことをすっ飛ばしてですね、避難の勧め、移住の勧めと言われても困るんですよ。そういうことで言えば、俺の知り合いというかね、まあ、昔のほら、ナムの代表の田中正夫さんという農業やっておられる、元ラリカの左翼の方。この前の土日に、まあ、土と平和の祭典というエコロジー関係のイベントがあったらしくて、田中さんも参加したんだけど、ね、そこで、まあ、キューバの有機農業についてレポートいっぱい書いておられる、吉田太郎さんっていう人がいらっしゃるんだけど、吉田太郎さんがですね、移住の勧めというセクションで、シンポジウムかなんかに登壇されたということを田中さん書いていたんだけど、
いやーと思ったけどもね、別に。まあ、それはまあ、エコロジストの多くはそうかもしれないっていうのは、まあ、例えば、まあ、あのね、しばらく、まあ、1年か1 2年くらい前に出た、その、ナマケモノクラブの、辻真一さんとか中村隆一さんの、まあ、あの、放棄せよ。まあ、冒頭部分、冒頭よりその前半部分の、まあ、辻さんと中村さんの対談とかもそうだったけども。とにかく、まあ、逃げなさい。避難しなさい。避難が第一です。そして、まあ、感情が大事ですっていう。まあ、そういう合意に私は、まあ、全然乗れないから。だから、まあ、キューバから学ぶ点はあるかもしれない。有機農業もいいかもしれない。それから、まあ、あの、まあ、没落しているか、まあ、あまり成長しないように見えるキューバから学ぶべき、経済的にも社会支出というのがあるかもしれないけれども。それはそう思うんですよ。その石田太郎さんの意見と誘われて、まあ、有用かもしれない。それはそう思いますよ。だけど、まあ、避難の進め、移住の進めと言われても、それはね、まあ、乗れないっていう。乗れないというか、全然リアリティもないし、自分たちは賛成もできないということになってきます。まあ、あの、まあ、当たり前だけれども、まあ、誤解がないように申し添えておくと、別にその、田中サードさんとか、あるいはその辻さん、中村さん、誰それということに関して、人間的にとか人格的に別に含みとかね、反発があるわけではもちろんないからさ。それ皆さん立派な人であることは分かってるから。そういうことではなくて、ね。その冒頭から言ったような、まあ、いろんなリスクがあるということ、リスクの比較とかそういった問題だし、まあ、まあ、自分としては、まあ、あの、そういう近代社会全体を疑うような、合理主義を疑うようなエコロジーには賛同しなくて、まあ、合理主義の見地に達したいということ。その範囲で言えば、その、ね、主観的な感情の領域と客観的な事実とか、あるいは、まあ、科学が、見出して規定するような、まあ、自然法則とか、いうことは分けたいということだし、ね、リスクにもいろいろあって、それを比較するという観点も持ちたいということだし、さらには、あの、放射線量、被爆の可能性という物理的、または疫学的なことだけじゃなくて、まあ、経済的なこともあるんだということだし。まあ、2チャンネルとかで、まあ、散々に戦えてるけれども、まあ、僕はこの船橋に、まあ、20年以上住んで、まあ、両親と自分で、まあ、いろいろとやってるわけだけども、まあ、自営の店とか、バイトとか、ね。まあ、そういう船橋で20年以上やってるのに、なんか知らない土地に行って行くから、みたいなのは難しいしね。まあ、それやろうと思えばできるかもしれない。できるかもしれないが、まあ、難しいと思う。まあね、別にその 3.11 とは関係なく、まあ、あの、まあ、どっか別の土地で規模を変えたいということも考えないわけではないね。ただ、まあ、あの、この家は僕だけは住んでるわけではないから。両親もいますからね。まあ、これも2チャンネルに散々書いてけど、年寄りを殴って金をせびっている。そんなことないんだけれどもね。要するに、この、この家にはこの僕と両親が住んでいますから。そうすると、まあ、別に僕の一存だけでどうこうとかできないということで。別にその両親がもう死んでいないんだったら、まあ、例えば、まあ、全部処分して、もっと田舎的なところに引っ込むということも考えられますもんね、お金で。まあ、あるいは、まあ、あの、どっか別の場所で、今の商売と別のなんかの小さな店を開くということも考えられます。だけど、まあ、今、両親がまだ存命だから、この3人で生きてる、生活してるうちですから、まあ、そういうことで、まあ、簡単に処分はできませんということですよね。僕、個人的には、自分個人の意見だけでは、まあ、かなりまあ嫌になっているということで、もう一応もう、住宅ローンは何年か前に終わったんだけども、それでもまあ、何十よりも大変だったんだけどさ、いや、月々妄想医学の支払いで、だけど、それは別に、その家を買った頃、中学生くらいの俺が別に関与したことじゃなくて、うちの親がですね、それは将来にわたって払えるだろうっていう、まあ、ある意味では、まあ、甘い見込みのもとに、まあ、そういうローンを組んでしまったということで、それは払い終えたけれども大変だったっていうことだけれども、そういうこと言われても、私だって、まあ、どうしようもないしね。この、原音だって、まあ、あの、会員が増えてないとか減っているのもね、私だって別にどうもできませんし、まあ、一応ポスティングって宣伝してるんだよ、してるけれどもどうしようもないし、ネットでよく知らないけれども、その、いや、こいつは不審者、編集者、気をつけろみたいな、そういったコピペがあちこちに払われまくっているから、評判が落ちて客が来ないというふうに2チャンネルが書いてるけれども、
そういうことがあるとしても俺としては分かんないし、関与しようがないし、よく分かんないけど、その取り締まれるんだったら、そういうことサイバー警察から頼むしかないということだし、だからまあね、それは分からないということですよね。そしてまあ、いろいろな意味で、政治的にも、それ以外の人間関係的にも、敵は多いから、そういうことがあっても仕方がないとは思うんだけどもね。そうすると、自分も自衛というか、自営業の自衛じゃなくて、自分の身を守る方の自衛とか、あるいは、そういうふうに、かなりその評判とか、いろんな風評というものが、マイナスにされてるんだったら、自分としてもう少しなんか別の、もう少しいいような何かを考えなければいけないというふうにも思ったりする。大体そういう感じかな。明日水曜日でしょ。明日からね、少しポスティングの仕事で副収入を図るっていうことなんだけれども、それでとりあえず、収入を確保して、借金を返し終わったら、次はパソコンとか、そういう機器の関係とかね。そういうの、今この iPhone と iPad しかなくて、それいいんだけど別にね、文章を書いて保存する整理するの不自由ですからね。パソコンでしょ、あとはなんだ、忘れたけど。あとは CD とかも、もうこの1年くらい前から、いろんな特に日本人のアーティスト、ジャズのミュージシャンの新譜、いっぱい出てるんだけども、お金あるのって書いてないから1年くらいね。借金を返してパソコンを買う。その次はそれだな、CD。例えば栗山誠さん、矢野沙織さん、西山ひとみさん、あと誰だっけ、兵藤沙子さん。他にも。何人か。あとは俺は持ってないまだね、新しい人で、バークリーがないからそのジャズの作曲でデビューした女の人、佐山美穂さんだっけとか、そういう新しい人もいるということで、そういうのはチェックしておりませんからね。だそういうの気になっていながら、あと思い出したけど、瀬野美里さんの新譜、花だっけ、ね、山中千尋さんの2枚の新譜、アフターワーズ2と、クラシック集、モートカンタービレ。そういうの気になっていながらですね、貧乏で買っていないから。実際ついに昔のジャズのあれだったら一回持ってるわけだから、あれ YouTube にもあるから、それ構わないのであるけれども、普段困らないけどさ。だけどそういうものとですね、今現在の活躍している人々の、それも特に国内の人の新風ってまた別ですからね。それはだからそういう古典があればいいだろうっていうのは何でもいるけど、音楽だけじゃなくて文学とかないからでも、昔の名作があれば、ドストエフスキーとか漱石とか何かがあれば今のそういう人いらないみたいな。それは確かにそういうね、ドストエフスキーに及ぶような、あるいはそれを超えるような作品って今なかなかないだろうってのは、それは俺もそう思うけどさ。だけどそういうことではないだろうと思うよな。哲学とか批評でもそうだよね。今ですね、プラトンとかデカルトとか、あるいは別にニーチェ、ハイデガーでもいいけど、そういうものに匹敵するとか、こういうものが合うのかって、そんなものは多分ないと思いますよ。ないと思うけど、だから古典を読めば、今のものはいらないということではないような気がするのかな。それは考え方とか価値観の問題だけど、古典の研究者、例えば大学でプラトンなプラトンだけを研究しますって言ったら、それは今のものはいらないかもしれない。あるいは読もうとしても、遊びというか、余儀というか、自分の本来の仕事というか、主要な、お金を得る意味の仕事、あるいはその自分が関心を持ってやりたい本来の仕事は、プラトンなプラトンの研究であり、素質である。だけど、今出ているものも、つまみ食い的にも遊びで読んでみるという、そういったこともあるかもしれないけれどもね。で、それはその人の主要な関心はそうだから、そうなんであってということであって。
だからまあなんださっきも最新の2チャンネルで俺に関してあの独自研究がないとかなんかでもあるわけないじゃない、別に研究者じゃないから独自研究以前に研究してないから。そうだよ、だから別に意味不明なヘリクスも並べてないじゃないか。むしろあの分かりやすい整理をねしているじゃないですか。どこが分かりにくいのかっていうのは俺の方が分かんないけどね。だけどまああのさっきも冒頭近くに言ったようにまあ、 震災以降のいろんなことっていうのはまああんまり自分にとってはまあかなりまあ嫌なというか、嫌なというか、あんまりその、ことなので、もうちょっとね、もう少しまあ、哲学を読みたいですね、まあね。ドイツ関連論とか、それこそフィヒテとか。今現在のまあ、脱原発とか反被爆、そういうの是非とか、あるいはその現代の日本の政治社会におけるさまざまな政党支持率とかその政党のあれの枠組みとかそういうことはあまり自分にはまあ本来的に関係ないから、だからもっとあのオーセンティックなというかまあ、ね、抽象的な哲学の本を読みたいと思うんだけど、でも最近はだからそういう時事問題的な本しか借りてきてないしですね。だからなんとなくまああのそういう意味ですごく不満は感じてるんですけどね、まあ、もっと別のことをやりたいですね。人生ってのは有限だし、使える時間ってのは限られてるし、ね、そう思うんですよね。みんながみんなその放射能とか、今の日本の選挙の枠組みとか、そういうことに関心を持たなければならないわけではないでしょう。民主主義については多少考えるのはいいかもしれない。だけど別にその、ね、専門家ではないということも確かですしね。あるいはその政党とか運動団体に入ってもないしね。まあ、市民とか有権者といってもそれは抽象的なものだし、自分自身の一票というのはまあ吹けば飛ぶような価値しかないというのも事実であるというふうに思いますね。そうじゃありませんか。違いますかね。Thank you.
ー。